もっと聴いてね MBS それではいただいたメッセージご紹介しましょう。というの鬼の犬ラジオネームさっちんさんですね。え<い>えー 私がやってしまったことは年賀状の投函ですと毎年家の年賀状は主人がパソコンで作成してくれ、ね、アテナも印刷してくれます投函は私がすることが多く簡単に届くように早くから作成している主人は毎年早く投函してと自分の友人のハガきに一声添えて出そうと思って放置している私のことを鬼のようにせかしますと <laughs> 昨年末は私に余裕があり早く自分のができたので、うん、主人が置いているのと一緒に早くから投函しましたしかし当然仕上がっていると思っていた主人の年賀状はプリンターのインク切れです 数枚分表面が印刷できなかったらしく主人は大激怒気づいたのが遅かったので郵便局に問,わ、えー、問い合わせしても回収することができませんでした、うん、年末から年始にかけてあぶり出しかと思って LINE 来たと主人からネチネチ言われてとても暗い年越しでしたうわなんかこのこのわ分かるな俺もよう言うもんな <laughs> そうなんですよ、ね、せてえてええ徐田さんな出さん人がほとんどやろうな今も なな子供ができるとね,いうねどうしてもそっちのね,ねあれも増えますもんね,、はいねえー、こちらはラジオネーム「キグマちゃんでございます」え「もう20年ぐらい前の話です私たち家族が私の実家にお正月に行った時に私の母は私の子供にお年玉をくれました、うん、まあありきたりなことですそれよりも私の母は私の旦那にお年玉を渡したんです」しかも まるまる、まあ、私の、には内緒やで、というたらあかんで、と言って、私がすっといない時に、そっと渡していたんです。私にはお年玉はなかったんです。うん、普通反対でしょう。私の実の母なんですよ。実の娘の私にはお年玉はなく、私の旦那。母からすれば、娘婿、全く赤の他人です。旦那は競馬やパチンコ、賭け麻雀、そしてビールにタバコ、こんな毎日で、私に。やろやろいつも小遣いをせびっては、かねない、かねないと、ほざいていました。私の母も、そんな旦那の事情をよく。 知っていて私がいない間に旦那にそっとお年玉を渡していたんですしかも3万円も渡していたんです私は全然知らなかったんですそれは旦那は黙ってましたからいつもいつもお金がないお金がないっていうので母が腹を立ててこないだ渡したやんっていう話になりこの内容が発覚したわけです母にしたら旦那がかわいそうという風に思っていたみたいで聞いてびっくりしましたアホらしい話です反対にこれぐらいの年齢になってきたら私たちが親にお年玉を渡してもいいぐらいなんですけど、ねね、親は気持ちだけもらっとくわ直しときと言って受け取らない です母にしたら私は旦那に対して「鬼だから私鬼の犬間に赤の他人の旦那にお年玉を3万円も渡した」っていう話です今も旦那は金銭的には汚いぐらいルーズでたまらんぐらい貪欲です、ね、<ー>でももう嫁のお母さんに若手のところ落お年玉もらってましたねあそうですまあまあでももうある程度なってもう結構ですよとは言いましたけど私も結婚した当初そうでした私が義母からもらってました ともみさん、これって。いくらぐらい。一万円です。まあ、それはあるだから、う、う、う、円滑な人間関係作りましょうね。まあ、言うたら、人のお家来るときに、ちょっとね、手見えずのも、五千円かかんねんから。まあ、旦那さん、選んだは、もう、この、ね、この、きてやねんから。逆にお母さんに、ちょっと感謝しちゃった方がいいかもしれないね。万渡すって。お金持ちなんや。ええ、ラジオネーム、しろちゃんさんですね。子供の頃、父、母、母の留守の時に、母の呼んでいた女性。主 中間誌や父の読んでいたちょっとエッチな本をいつもこそっと読んでいたものでした私の知識はそこから得ていたと思いますと読んだ後は気づかれないようにそのままの向きでこそっと元にやったところを戻しておきましたまあこれはよくわかりますよねあるでしょうねきっとねなんでしょうけどおじいちゃんはあの外国の方の本ばっかりでしたけどねコンプレックスがあったんですかね明人生まれやっていうことで ま負けたっていう。負けた。だから私は外国の女性の肌を見るんだって外国の方が過激やって当時言われとったん。や確かに。でもね見事に外国の人ばっかりだった。一冊ぐらい普通の日本人の人がまるで全部外国人だ。どりあった。日本人は知ってるってことじゃないんですか。日本人は知ってるけど外国人は知らないから知ってみたいっていう。そういうフェッチやな。フェチやわ。そうやったらおばあちゃんせやわ髪の毛紫色にしてた。 かわいさすぎるやろお前おじいちゃんのあれやってやん <laughs> 紫じゃなくて金麦でしょっきそれやったらなんで紫やねん<笑><笑>こちら鬼の犬間にお休みさんです我が家では夫が夜いないときは親子3人同じ部屋で眠ります子供が小さいときならまだしも息子たちももう高校生いつも私たち夫婦は1階の和室子供たちは2階の自分の部屋で寝ています夫が出張などでいないときは自然と夜になると子供たちが自分の部屋の布団や枕を私の寝室に持ってきて川の字になって寝ます小さい頃はパパにママを取られたみたいで寂しいのかと思っていましたが 高校生になっても普通に一緒に寝ているのでこれでいいのかとも思います<ー>一緒に寝たからといって語り合うでもなくいつもより早く寝るだけですお <laughs> <laughs> 心すのい <laughs> そうですね夫のいない時のささやかな楽しみですこれ可愛す、ね、かわいいですねい母親としては私も楽しみだなもう自分が高校生のことを考えて想像できんけどな<ー>今だからそういうことやろうこれこそ装飾って言われるそれはなかったああ もうね中学になっておかんと並んでどっかに行くことを見られることすら嫌やった確かにそうやわいや,ー全然いやそうでも今の人は普通に旅行も行くしね伊勢や,やで、えー、本当に伊勢やでさあどなたに差し上げます三ま円を。 まあなあ、まあ最後の話、今しょうか、こういうのが、まあ今の現在、現在の今のね、はい、子供と親子を表している表情かもしれませんので。うん、いいはい。では、<れ>ラジオネーム、ね、鬼の犬まにおやすみさん、この方に3000円をプレゼントいたします。たくさんのメッセージ、ありがとうございました。